方針が交差しているオチキスのシャモン創業期のサンドに、工場オチキスは1904年から1954年まで武器、兵器、自動車を製造したフランスのメーカー。アメリカ合衆国出身の技術者であるベンジャミン・ホチキスが1867年に設立した工場が母体である。ベンジャミン・ホチキスはコネチカット州ウォータータウン出身の重機工で、 南北戦争後にフランスに移住し、1867年に最初の工場をロデーズ近郊のビビエで創業した。その後、パリ近郊のサンドに2875年に工場を建てた。正式名称は、ソシエテアノニムでアンシエにエタブリッサマンズ、ホッチキスイシー。不仏戦争でのフランス軍向け軍需物資を製造し、後には、 アメリカ合衆国政府もオチキス社から大砲を調達している。インディアン・ラコタ族の州長シッティングブルと戦った1879年のミル川での戦いで使われたことが記録に残っている。オチキスを代表する装備には、オチキスミリー1914機関銃のほかオチキス H35、H38、H39 系戦車、オチキス回転砲等がある。 20世紀に入ると財務状況が悪化した。この状況を打開するため自動車産業に参入する。フランス政府に多くを依存しないようにという理由だったと創業者の息子であるアルフレッド・カーナーが1980年代初頭に語っている。1900年の世界博覧会に同社は各種大砲を展示したが、その時提出した資料には サンドに工場には400人の従業員と600台の生産器具があると記されている。ホッチキスにシータースポーツ1931ホッチキス 686PN カブリオレ1937ホッチキスの自動車生産は1903年から始まった。最初の車は17馬力の4気筒モデルだった。ホッチキスのエンブレムは2つの大砲が方針を 交差しているデザインで造兵会社としての出自を示唆するものである。1906年には6気筒モデルを発売するなど地方を固めていったが、第一次世界大戦中は戦車や兵器の製造に注力した。第一次大戦後型の改良モデル AM 型は1923年から1928年にかけて生産され、1928年には 新型6気筒モデルの AM80 が発表された。レースでも活躍し、ラリー・モンテカルロでは1932年、1933年、1934年、1939年、1949年、1950年に優勝している。この時代の代表モデルであった、オチキス680は、6気筒3リッターエンジンを搭載する。 アッパーミドルモデルであった。なお、対戦後には高級ラグジュアリー仕様の6.6リッター AK 型も開発しているが、1台しか製造されなかった。1920年にはイギリスで英国ホチキス社が設立され、ホチキス社を生産しようと試みたが頓ん試作車1台を完成させたのみに終わっている。1937年にホチキスはアミルカート合併する。 アミルカーに携わっていた、全輪駆動車設計のエキスパートである、ジャン・アルベール・グレゴワールがデザイナーとして参加し、アルミニウムを多用した前衛的な一点にリッターモデル、コンパウンドの開発も試みられたが、第二次世界大戦の勃発で、企業活動は再び戦時体制に移り、一時は、進駐したドイツ軍に協力せざるを得なかった。大戦終了後、百八十の生産を再開。 戦後型ニューモデルの 13CV4 気筒も投入した。1947年には全輪駆動で2.2リッター吸水兵対抗4気筒エンジンを搭載した中型車オチキスイコールグレゴワールを開発した。全輪駆動の専門家であるグレゴワールニューコンの設計で堅実な設計が基本であったオチキスの製品の中では極めて野心的なメカニズムを備えた。 注目すべき、高性能乗用車であったが、品質面や市場性の問題を抱えており、本格的な大量生産は実現できないままに、頓挫した。この時代になるとオチキスのような中級車主力のメーカーは、当時のフランス政府による戦後復興対策の小型車、優遇政策で、乗用車よりもトラックを優先せざるを得なくなりつつ、あった。1954年、オチキスは、 経営が厳しくなっていた高級車、トラックメーカーであるドライエを買収し、オチキス単独ブランド製品の生産は終了。オチキスイコールドライエのトラックの生産のみ継続した。さらに1954年、オチキス社はウィリスからのライセンスを受けジープを生産した。1956年、オチキス社はフランスの自動車会社ブラントを合併し、ホチキスブラントとなり、 ブラントの工場でフランス軍向けのジープを1966年まで生産した。1966年にはトムソン・ヒューストンとも合併し、トムソン・ヒューストン・ホッチキス・ブラントとなった。1970年には車の生産の一切が終了した。社名は変更され、トムソン・ブラントとなった。この時点でホッチキスの名前は消えた。 1968年の時点でエレクトロニクス事業はコンパニー・ジェネラレでテレグラフィ・サンズ・フィルと合併しトムソン・ CSF となっている。トムソン・ブラントはトムソン・ CSF の約40%の株を所有する親会社だった。ついで1982年両社協にミッテラン政権により国有化されトムソンとなった。 2010年1月26日に社名をテクニカラーに変更。自動車業界では、ホチキスの名前は、ホチキスドライブという動力伝達方式の名前で、残っている。軍用では20世紀前半に多用されたホチキス法や、ホチキス機関銃が有名である。事務用品のホチキスは、ベンジャミンホチキスが発明者と言われることもあるが、これは俗説である。 ホッチキスという通称は、最初に、日本へと輸入されたステープラーが、EH ホッチキス社の製品であったことに由来する。EH ホッチキス社の社名は、創業者のうち、ジョージとイーライ・ハベルの親子から取られたもので、ベンジャミン・ホッチキスはこれに関与していない。一方で、ベンジャミンが、イーライ・ハベルの兄弟や親類であったと言われることも、ある。この俗説の検証を行ったジム・ブリーンは、 ベンジャミンとステープラーに直接のつながりは見出せないものの、ステープラーの販売を行ったホッチキス親子とベンジャミン・ホッチキスは共にコネチカット州出身であり、不確かながら親族からの証言もあったとして何らかの血縁関係があった可能性までは否定しきれないとしている。フランス語では単語頭の H を発音しないため、フランス企業としてのホッチキスは、 落ちキスという発音になる。大砲には方針が5つあり、それぞれが1分間に43発の弾を打ち出せ、飛距離は1マイルだった。合計37ミリから57ミリまで4種類の大きさがあり、57ミリは海軍仕様。クナム文書アーカイブにある資料対象後はトルクチューブドライブ。降射軸と一体に結合されたトルクチューブ内にプロペラシャフトを通し、 前方のトランスミッション直後のジョイント部まで、牽引力が伝達される。ホッチキスドライブはトータルでの簡略性と、全体重量、バネ下重量の軽さ、トルクチューブドライブは静粛性とシャフト保護、5車軸挙動の安定性などで、それぞれメリットがある。ホッチキスの歴史、ホッチキス物語、マックス株式会社、2015年7月7日閲覧、ジムブリーン。 ザ・ストレンジ・テール・オブ・ザ・ホッチキス。二千十五年七月七日閲覧。ありがとうございます。